アルプス山脈、アルプス山脈、アルプス山脈、アルペースは、アルプスヒマラヤツクリアマに属し、ヨーロッパ中央部を東西に横切る山脈である。オーストリア、スロベニアを東端とし、イタリア、ドイツ、リヒテンシュタイン、スイス各国にまたがり、フランスを南西端とする他国にまたがっている。アルプ、スイスの鉱山山腹の柿放牧場がいっぱいであるから、 アルプスであると考える説と、ケルト語のアルプ、岩山を語源とし、ラテン語を経由したと考える説がある。最高峰のモンブランは、標高4810.9メートル、2007年で、フランスとイタリアの国境をなし、ヨーロッパの最高峰でもある。アルプス山脈は、ヨーロッパの多数の河川の水源地となっており、ここからドナウ川、ライン川、ローヌ川、ポー川、 といった大河川が流れ出て、それぞれ国会、北海、地中海、アドリア海へと注ぐ。アルプス山脈は、イタリアのコモコからスイスとリヒテンシュタイン及び、オーストリア国境、ライン川を結ぶ線で、東アルプス山脈と西アルプス山脈に分けられている。さらに西アルプス山脈は、グルノーブルとトリノを結ぶ線を境として、南を南西アルプス山脈、 北を北西アルプス山脈と称する。南西アルプス山脈は地中海にまで伸びている。また、北西アルプス山脈はスイスアルプス全域を含む。また、この両山脈もさらに細かい山脈へと細分されており、北西アルプス山脈にはモンブランを含むグライエアルプス山脈やモンテローザやマッターホルンを含むペンニネアルプス山脈などが含まれている。 南西アルプス山脈は高度を下げながら地中海の資金まで迫っている。高峰としてはモンテビーゾ山などがある。アルプスで最も標高の高いのは北西アルプスであり、アルプスの4000メートル以降の後方はすべてこの山脈中に位置する。北西アルプスは東西に並行して走る二つの山系によって大きく分かれている。南を走る山系には西から モンブラン、エギー・ユ・デューミリ、グランド・ジョラスなどを含む、グライエ・アルプス山脈や、モンテ、ローザ、マッターホルンなどを含む、ペンニネ・アルプス山脈などが含まれる。北の山系には、アイガー、ユング・フラウ、メンヒなどを含むベルナー・オーバーラント山脈や、グラルナー、アルプス山脈などが含まれる。この両山系の間には、ロール川の河口があり、細長いマリス渓谷を形成している。 マッターホルン北陸にあるツェルマットと、ユングフラウの北陸にあるグリンデルバルトは、それぞれの地域の間、登山の拠点都市となっている。また、ベルナー・オーバーラントの東側に位置する、ルツェルン湖、フィアバルトシテッテ湖周辺の4州、ルツェルン州、ウーリー州、シュビーツ州、ウンターバルデン州、ニトバルデン準州とオプバルデン準州は、スイス発祥の地であり、ウィリアムテルの伝説で知られる地域である。 スイスの国土面積におけるアルプスの割合は60%にも上り、スイスの経済や文化に大きな影響を与えている。また、南独のほとんどはイタリア領であるが、一部はスイス領のティチーノ州となっている。この南独にはルガーの湖、マジョーレ湖、コモコ、ガルダ湖といった南北に細長い氷河湖が点在し、その湖畔にルガーの ロカルのコモといったリゾート地が点在する。東アルプス山脈は、東西ではなく南北で分けられている。すなわち、最も北を走り、ドイツとオーストリアの国境を一部なす北東アルプス、山脈、中央部を走り、オーストリアとイタリアの国境を担す、中央東アルプス山脈、そしてイタリア北部から、オーストリア南部のケルンテン州へと伸び、 ケルンテン州やシュタイエルマルク州とスロベニア共和国の間の国境をなす南東アルプス山脈の山である。南東アルプス山脈にはドロミテ山脈やジュリアアルプス山脈などが含まれている。北東アルプス山脈の西部ドイツオーストリア国境部分のドイツ側北陸は最も西にありヒガ害性を領域とするアルゴイアルプス。 レヒ川とイン川に挟まれた中部のバイエルンアルプス、最も東にある、イン川伊東のザルツブルグアルプスの3つに分けられる。アルゴイアルプスは、牧歌的な風景で知られる。バイエルンアルプスにはドイツ最高峰である、ツークシュピッツェ、2962メートルがあり、またガルミッシュパルテンキルヒエンなどのスキーリゾートが多く、存在する。また、バイエルンをルートビヒ2世によって19世紀、 後半に建設されたノイ・シュバンシュタインはアルプスでも最も人気のある観光地の一つである。ルートビヒ2世は他にもこの地域にホーエンシュバンガウ城とリンダーホーフ城の二つの城を建設している。ザルツブルクアルプスにあるベルヒテスガーデンは保養地として知られている。このアルプス北陸にはドイツ観光街道の一つであるドイツアルペン街道が 王殿湖畔のリン川からベルヒテガーデンまで 450km に渡って走っており、多くの観光客が訪れる。ザルツブルク南方でドイツとの国境部分は終わるが、北東アルプスはなおも東へと伸びる。ザルツブルク東方のザルツカマーグート地方を抜け、ウィーン周辺に広がるウィーンの森がこの山脈の末端となる。北東アルプス山脈と、 中央東アルプス山脈の間には、イン側の谷が広がり、スイスグラウビュンデン州の東部を通った後、チロル地方の中心部を成している。イン側上流部のエンガディン地方はその風景の美しさで知られ、特にその上流部であるオーバーエンガディンの中心地で、あるサンモリッツはスキーリゾートを中心に栄える観光都市である。またサンモリッツの北約30キロメートルのところにある。 ダボスもスキーリゾートとして知られ、またこの環境と宿泊施設等の充実ぶりから、世界経済フォーラム、ダボス会議の開催地に選ばれ、毎年会議が行われている。この谷の中央部にあるインスブルックは、この谷を通って東西へと伸びる、交易路と、中央東アルプス山脈のブレンナー峠を通って、南北に伸びる、交易路の結節点として栄えきた。 中央東アルプス山脈は、オーストリアとイタリアの国境を成しながら、東へと伸びる。中央部のブレンナー峠は、ドイツとイタリアとを結ぶ、交通路の中でも最も利用されたものの一つであり、アルプス東部で最も重要な峠だった。やがて、オーストリア領内へと入り、オーストリア最高峰のグロースグロックナー山はこの、山脈に存在する。 グロースグロックナーさんを中心とする方へタウエルン。国立公園は中央ヨーロッパで最大の国立公園となっている。中央東アルプス山脈と南東アルプス山脈の間には南チロル地方のボルツァーノ自治県やケルン天ン州などが広がる。南東アルプス山脈はドロミテ山脈などを含むイタリア領内を東西に伸びた後、オーストリアとスロベニアの国境をなす。 スロベニア最高峰のトリグラウ2864メートルもこの山脈内のジュリアアルプス山脈に存在する。前進油から中心油にかけアフリカ大陸がヨーロッパ大陸へ衝突したことで白亜紀に低地スカイで堆積した地層が圧縮され盛り上がってできた。強い圧力は黄河集極と少々断層により地層に ナッペと呼ばれる壮大な遠方移動を生じさせた。今日の景観は過去200万年間にあった、少なくとも5回の氷記の氷河作用が作り上げたものである。最後の氷記が終わった1万年前に、気候は大きく変化し、氷河は山脈の奥に交代し、アルプスの森林に巨大な花崗岩の遺跡を残した。また、氷色によって破り取られ、有事国となったのには、 氷河の堆積物が溜まって、渓谷を塞ぎ、コモコやボーデンコ、ルガーの湖、レマンコ、ルゼルン湖といった細長い氷河湖が、アルプス全域に散在することとなった。現在でも、アルプスには、大小1300の氷河が存在し、アルプス全体の2%を占めている。アルプス山脈には、非常に古くから人類が居住していた。百九十一年には、 オーストリアイタリア国境のエッツ渓谷において、紀元前3300年頃のミイラ化した遺体が溶けた氷河の下から発見され、この遺体はアイスマンと呼ばれ、解剖や遺伝子調査によって多くの科学的知見をもたらした。アルプス山脈に居住した人々の中で最初に記録に残っている人々はケルト人である。 紀元前8世紀頃にはすでにケルト人の祖先がアルプス全域に居住していた。やがてアルプス南陸のイタリア半島はローマ共和国の支配下に入る。紀元前218年ローマ共和国を奇襲するためカルタゴのハンニバル・バルカは現在のフランスから戦像を先頭に立ててアルプスを越えた。歴史上著名なハンニバルのアルプス越えである。 彼は大規模な軍を率いて初めてアルプスを超えた将軍であり、この予想だにせぬ方向からの奇襲によってローマに衝撃を与えた。ただ、ハンニバルが実際に通った場所がどこだったかについてはいまだに定説がない。これによって第二次ポエニ戦争が始まった。第二次ポエニ戦争がローマの勝利に終わった後もなお一世紀以上はアルプスはケルト人の領土であったが、 紀元前58年から紀元前51年にかけて、ローマのガイウスユリウスカエサルがガリア層を起こし、ヘルウェティ族など西アルプスのケルト人たちは敗北して、ローマの支配下に組み込まれた。その後もローマ帝国の北進は続き、15年から16年にかけてラエティアと乗り組むを征服。これによって、ローマ帝国の防衛線は、 ライン川とドナウ川をつなぐ線まで拡大し、アルプス山脈は全域がローマ帝国の支配下に置かれた。やがてローマ帝国は推備し、375年から始まるゲルマン民族の大移動によってアルプスのローマ支配は崩壊する。到来したゲルマン人たちは東アルプス及びスイスの東半において多数派となった。それに対し古くから住むローマ人たちは 西アルプス西部並びに南独において多数派を維持した。この民族分布は9世紀頃に最終的に固定し、基本的にはほぼ現代の民族分布となった。411年にはアルプス西部に定着したブルグント族がブルグント王国を建国し、一度滅亡したものの443年に再興してアルプス西部全域を支配下に収めた。しかし、 やがてゲルマン人の中からフランク王国がライン流域より勢力を拡大し534年にはブルグント王国を滅ぼして西アルプス北陸をほぼ支配下に収めた。さらにカール大帝は773年にイタリア半島北部のランゴバルド王国と戦うためにアルプスを越え翌774年にランゴバルド王国は滅亡。 さらにカールは東方へと勢力を伸ばし、791年には、ハンガリー平原のアバール人を撃って、東アルプス全域を占領し、ここに再びアルプスは、単一政府の支配下に置かれた。しかし、カールの息子であるルートビヒ、ルイ一世の死後、フランク王国は三つに分裂。843年のベルガン条約により、西アルプスとアルプス南陸は、中フランク王国に、 東アルプスは東フランク王国領となった。さらに870年のメルセン条約によって中フランク王国はイタリア王国となってアルプス南陸を東フランク王国はアルプス北陸を領するようになる。この混乱の中でブルグント族は勢力を再び拡大していき、879年にはプロバンス地方を中心にキスユラブルグント王国。 テイチブルグント王国、シタブルグント王国、888年には、現在のスイス西部を中心に、ユーラーブルグント王国、コーチブルグント王国、ウェーブルグント王国を建国。933年には、ユーラーブルグント王国が、キスユラブルグント王国に侵攻して、これを滅ぼ、ブルグントを、再び統一。ブルグント王国、アルル王国と称した。年には、 東フランク王国の後ろ身である神聖ローマ、帝国はイタリア王国を併合し、再びアルプスの南北が統一王権によって支配されることとなった。さらに1032年には最後のブルグント王であるルドルフ3世が死去し、ルドルフ3世の命と結婚したローマ皇帝コンラート2世、ブルグント王となることで、ブルグント王国は神聖ローマ帝国に併合された。 歴代の神聖ローマ帝国はイタリア王の称号を持つことから積極的なイタリア政策を行いアルプスの南北の統一支配に努めたが1254年に法艦主タウ編長が断絶すると20年以上にまた大空位時代となりこの時期に各地の両方君主が自立性を持ち神聖ローマ帝国は半ば両方君主の連合体となっていったこの時期には アルプスにも二つの有力両方が登場してくる。オーストリアとスイスである。もともと現在のスイス北部の領主だったハプスブルク家は、1273年にルドルフ一世が新生ローマ皇帝に選出されたのを、機に勢力を拡大していき、1278年にはオーストリア公国を獲得。以後ハプスブルク家はここを拠点として西へと進出し、1335年には、 ケルン天ン公国を獲得1363年にはチロル伯領を獲得して東アルプス全域を支配下に置けた。一方西アルプス東部においては13世紀にザンクとゴッドハルト峠が開通したことでそのふもとにあたるウーリ州、シュビーツ州、ウンターバル原州の3州が経済力を蓄え1291年8月1日にスイス制約同盟を結成した。 この同盟は、峠の支配と自治をめぐって、ハプスブルク家と対立したが、1315年のモルガルテンの戦いで、制約同盟軍はオーストリア軍を破り、以後制約同盟はルツェルンやベルンなど、近隣の州と次々と盟約を結び、勢力を拡大していった。これを警戒したハプスブルク家のレオポルト三世を1386年の全パ伯派の戦いで廃止させ、 制約同盟はアルプス中央部の主要勢力へと躍り出る。1415年にはハプスブルク家の不その地であるアールガウ州を制約同盟は獲得し、アルプス中央部からハプスブルク家の勢力は一掃された。その後も制約同盟の拡大は止まらず、16世紀初頭にはアルプス中央部をほぼ支配下に収めた。また南西アルプスにおいては、 フランス王国が1349年にドーフィネを獲得し、さらにプロバンスを獲得してアルプス聖誕を勢力範囲としていた。17世紀初頭の30年戦争により、神聖ローマ帝国は事実上形害化し、またイタリアとスイスは神聖ローマ帝国から分離することとなった。フランス革命はこの地域の政治情勢に大きな変化をもたらした。 1798年にはスイスはフランスに屈服し、ヘルベティア共和国として、フランスの衛星国となった。1800年5月には、ナポレオン一世が、イタリア遠征のために、ジュネーブを侵発し、クランサン、ベルナール峠を越え来た、イタリアへ進出した。この時ナポレオンは自らをハンニバルになぞらえてこぶ、したという。このアルプス越えの時のナポレオンの勇士、白馬に騎乗した姿を、 ナポレオンに仕えた宮廷画家のジャック・ルイ・ダビドがベルナール峠からアルプスを越えるボナパルトとして描いている。これによって北イタリアもフランスの手に落ち1805年のプレスブルクの和訳によってオーストリアもチロルなどアプスの主要部分をフランスへと割上させられた。しかしナポレオン没落後の1815年ウィーン議定書によってアルプスの国境線は 基本的には戦前の境界に戻された。ただし、リヒテンシュタイン公国は独立し、ベネト及びロンバルディアはオーストリア領となり、スイス各方でもナポレオン戦争中に独立した新しくにはそのまま連邦加盟を認められた。近世後期よりアルプス山脈の各後方に挑む登山家が現れた。1760年。 ジュネーブ大学の教授であったオラス・ベネディクト・ド・ソシュールが、当時未登校であったモンブランへの初登頂に耐えて、20ターラーの検証をつけたことが、近代登山の創始とされる。ソシュール自身は1785年に登頂に、挑戦したものの失敗し、結局よく1786年に、シャモニーの医師、ミシェル・パカール・トポーターのジャク・バルマによって、モンブランの登頂が成し遂げられた。 この後もソシュールは研究を目的としてアルプスの後方に登り続けた。この他、ルイアガシーなども研究目的で登山を行っている。19世紀中盤に入るとアルプス周辺の国境線は再び大きく変動する。1847年の分離同盟戦争によってスイスは国家連合から連邦国家となり、1859年には サルディニア王国がオーストリアを破、る、ロンバルディアを併合した。この際に、1858年にフランスとサルディニアで結ばれたプロンビエールの密約の再履行によって、レマンコ南岸のサボア地方がフランスへと活上された。サルディニアは1860年にはイタリア王国となる。1866年には、広島戦争によってベネト地方を獲得したものの、 なお両国間には南チロルなどをめぐって紛争の火種が残った。1870年にはプロイセン王国がバイエルン王国などの南ドイツ諸法を吸収する形でドイツ帝国が成立し、ここに東アルプス北陸はドイツ領、アルプス南麓はほぼイタリア領となった。この後19世紀半ばにスポーツ登山が始まる。 1854年にはイギリス人のウィルスがウェッターホルン登場を成し遂げ、1857年にはイギリスで英国山岳会アルパインクラブイコールアルプスの区部が発足する。1865年にはエドワード・ウィンパーによってマッターホルンが登場され、この時期にスポーツとしての登山がアルプスを舞台として成立した。第一次世界大戦後。 オーストリア・ハンガリー帝国は解体され、イタリアは南チロルへ、またアルプス島南端はユーゴスラビア王国領となった。第二次世界大戦中は1938年のアンシュルスト1940年のフランスの敗北によって一時代部分が数軸側となる中、スイスはアンリ・ギザンの指導下でアルプスを要塞防衛線とした徹底的な防衛隊を指揮。 終戦まで中立を守り抜いた。冷戦の終結後、1991年に10日間戦争によって、スロベニア共和国がユーゴスラビアから独立し、アルプスの現在の領域が確定した。農業は主に標高が低く温暖な渓谷部分で行われているが、アルプスでは落農が広く行われている。かつては、冬の間は渓谷にある牛小屋で牛を飼い、春になると、 中腹の牧草地で、夏にはさらに高いところにある牧草地へと牛を移動させ、秋が来るとまた牛を低地へと移動させる移木が盛んに行われていたが、手間がかかるため近年では姿を消しつつある。また、林業や、それを基盤とした製材業も行われている。製材業の他にも、時計などの精密機械工業などの工場も多く、立地している。 こうして工場を動かすエネルギー源は山脈中のダムや滝に設置された水力発電所から得られる豊富な電力を利用している。19世紀半ばよりアルプス山脈は秘書地として注目されるようになり観光産業が大きく発展した。秘書の他にも19世紀に入ると氷河や滝、険しい山岳といった厳しい自然の光景がヨーロッ において美しいと感じられるようになり、このような風景を多く持つアルプスは観光地として脚光を浴びるようになった。普通の観光のほか、空気療養など医学的な見地でも注目され、ダボスをはじめとして各地にサナトリウムが建設された。20世紀に入るとスキーがこの地域に導入され、1930年代に施設や器具の改良が行われて大衆化が進み、 各地にスキー場が開設されるようになった。現在では夏は冷涼な気候と美しい自然を求める観光客が訪れ、冬はスキーなどウィンタースポーツを楽しむ多くの観光客を集める一大観光地となり、観光産業がこの地域の主要産業の一つとなった。かつては夏が最も観光客の多いシーズンであったが、近年では スキー客の増加する冬が観光収入が高くなってきている。スキー種目のうち格好競技の別名、アルペン競技の名はアルプスに由来する。アルプス山脈の山麓及び山中の都市はしばしば冬季オリンピックの開催地となっている。フランスのシャモニーで開催された第1回のシャモニーオリンピック1924年から第2回のスイスサンモリッツ。 1928年、第4回のドイツガルミッシュパルテン・キルヒエン。1936年、第5回のサンボリッツ。1948年、第7回のイタリア・コルティナ・ダン・ペッツォ。1956年、第9回のオーストリア・インスブルック。1964年、第10回のフランス・グルノーブル。1968年、第12回のインスブルック。1976年、 第16回のフランスアルベールビル、1992年、第20回のイタリアトリの2006年と、2010年現在の21回の、うち10回が、アルプス山脈で行われており、この地域のウィンタースポーツの盛んさと施設の充実を示している。アルプスは、モンブランのほか、マッターホルーン、ユングフラウなどの広報を有し、最高部は氷河に覆われる。 交通の難所である。しかし、イタリアより、ヨーロッパ各地域へ通じる洋路に位置するため、戦争や交易のための移動経路となり、中世には、巡礼、大学生、近世においてはまた各地を見物するための旅行者など、多くの者のが、アルプス越えを行った。古代から中世にかけて、主に用いられた峠を、西から列挙すれば、シンプロン峠、 サンプロン峠と読まれることもある。ジュネーブ山越えの道、グランサンベルナール峠、シュプルゲン峠、ゼプティマー峠、ブレンナー峠、ラートシュタッタータウラーン峠、ゾルクシャルテ峠、プロッケン峠、ポンテッパー峠、別名をザイフニッツ峠である。歴史を通じて、最も多用されてきた峠は、ジュネーブ山越えの道及びブレンナー峠であるが、各時代によって愛用される峠は、 若干異なる。13世紀には、ザンクト・モット・ハルト峠が開通したことで、そのふもとにあたるウーリ州、シュビーツ州、ウンターバルデン州の3州が力をつけ、この地方を地盤としていたハプスブルク家の軍を張ってスイス、制約同盟を結成するなど、アルプスの交通路は大きな利益を生み、時に争奪の対象となった。また、各地に点在する氷河湖は、 険しい陸路を保管する格好の交通路となっており、スイス製薬同盟もルゼルン湖の古城交通を思う一方の柱として拡大を続けた。しかし、各地の峠を越えることは危険を伴い、グランサンベルナール峠には救護所を兼ねた修道院が建設されてを、この修道院で18世紀頃から旅人の救護活動をしていた犬種が、やがてセントバーナード犬として、 世界中に広まっていった。18世紀に入ると、各地の峠で馬車が通行できるように峠の改修が行われ、ザンクト・ゴット・ハルト峠では1775年、シンプロン峠では1805年に馬車の通行が可能となった。なおこれらの峠のうちいくつかの下には、近代に至ってトンネルが掘削され、各国国境をまたがる。 鉄道線路及び自動車道路が付設されている。初めてアルプスを越えた鉄道が建設されたのはアルプスのほぼ東端にあたるゼメリング峠で1854年のことだった。この路線はゼメリング鉄道と呼ばれオーストリア帝国の首都ウィーンと帝国唯一の大規模港湾トリエステを結ぶ路線の一部だった。この路線はオーストリア南部鉄道から オーストリア連邦鉄道へと引き継がれ、現在でもオーストリアとアドリア海を結ぶ大幹線となっているが、ゼメリング鉄道部分は開業当時のままの姿で残されており、1998年には文化遺産として世界遺産に登録されている。また、1867年には古来より常にアルプス越えの主要ルートであったブレンナー峠にブレンナートンネルが開通し、 南北チロルの交通が大幅に改善された。19世紀後半に入ると、スイス国内の鉄道建設が盛んになり、アルプス中部及び西部を越える鉄道トンネルも構想され始めた。1871年には、フランスとイタリアを結ぶフレジュス鉄道トンネルが通りする。これは、モンスニ峠を代替するもので、そのため、 モンスニ峠からはやや南西に外れているものの、フランスでは、モンスニ鉄道トンネルとも呼ばれる。この鉄道の開通によって、トリガトリオンが結ばれるようになった。1882年には、ゴッタルド峠の下に、ゴッタルド鉄道トンネルが開通し、スイスアルプス中央部を南北に貫く、初の鉄道が開通した。1906年には、スイスのブリークとイタリアのドモドッソラを結ぶ。 シンプロントンネルが開通し、ローザンヌなどのスイス西部とミラノが結ばれるようになる。このシンプロントンネルは、1982年に日本で大清水トンネルが開通するまでの76年間、世界最長の鉄道トンネルであった。1911年には、ベルンからシンプロントンネルまでの経路を短縮するため、ベルン州とバレー州を結ぶレッチュベルクトンネルが開通し、ここに、 アルプスの南北を結ぶ鉄道路線網はほぼ完成した。また、幹線鉄道網の他に、1912年に開通したユングフラウ鉄道などの観光用の登山鉄道も主要な工法に整備された。これらの鉄道のほとんどは現在でも運行しており、セルマットとサンモリッツを結ぶ氷河急行や、クールからサンモリッツを通り、イタリアのティラーノまでを結ぶベルニナ急行は、 観光列車として名高く、世界中から多くの観光客が訪れる。ユングフラー鉄道の終点である、ユングフラウヨッホ駅は、ヨーロッパで最も高いところに位置する駅である。第二次世界大戦後、自動車利用の激増によって、アルプスを南北を結ぶ道路トンネルの建設が、叫ばれるようになり、1965年には、イタリアのアオスタとフランスのシャモニーを結ぶ。 モンブラントンネが開通し、1980年にはゴッタルド道路トンネルが開通した。しかしこの頃からアルプスを縦断する自動車、特にトラックの激増によりアルプスの植生や自然環境に重大な影響が現れていくようになった。これを防ぐため、スイス政府はヨーロッパ連合にトラック輸送の制限を要求。この要求は、 通行税の増額という形に落ち着いたが、この過程で、スイス政府は、モーダルシフトを推進し自動車輸送を軽減するため、アルプスを縦断する新高速鉄道トンネルの建設を計画した。この計画は、アルプトランジット計画と呼ばれ、現在ある東のゴッタルドトンネルと西のレッチュベルクトンネルの数百メートル下に、新しいトンネル、 規定トンネルと呼ばれるを建設して高速化を行うものだった。この計画のうちレッチュベルクベーストンネルは2008年に開通し、ゴッタルドベーストンネルも2016年6月に開通した。また、同様の問題を抱えるオーストリア政府もブレンナー峠の下にブレンナーベーストンネルを建設する決定を下し、2015年現在建設中である。また、こうした事情により、 特に、スイスにおいては、カートレインの利用が盛んであり、アルプス越えの際によく利用される。アルプス山脈に関連した項目その他、アルプスを関した項目、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。